おはよう、リョウ。おはよう。よく眠れた？ああ。シェンファ、ボクセンは村の一番奥にある集落よ。行き方、わかる？ああ、一度、エンシンさんを探しに行ってるからな。うん。エンシンさん、大丈夫かな？ええ、早く行った方がいい。でも、気をつけて。そうだな。用心して行った方がいい。ゴロツキの一人は間違いなく手強い。え、リョウはもう会ったの？そのゴロツキたちに。ああ、エンシンさんの家にいたんだ。二人はやっつけたんだけど、最後の一人は油断できない。俺も不覚を取った。負けてしまったの？とにかく今度は負けない。それだけだ。寸剣ができそうだ。やってみるか。寸剣か。やっていくか。続けてやるか。いや、後にしよう。
シェンファ、ボクセンのことなんだけど。何？リョウ。前に俺が行った時にはお年寄りしかいなかったんだ。うん、今は年を取った人しか住んでいない。そんなところにゴロツキが来たら。急ごう、リョウ。ああ、エンシンさんだけじゃない、ボクセンの人たちも心配だ。うん。ん？一攫千金、生薬はそんなに儲かる。もらっておこう。これはよし、もらっておこう。すいません。なんじゃ。買い物に来ました。ほう、何が入り用じゃな。いつでも待っとるぞ。はい。あの、ボクセンへ行きたいんです。行きたければ行くがよかろう。はあ、パンダ市場から行ける。あの辺りはたまに鹿も出るぞ。白い鹿ではないがな。ありがとう、おじいちゃん。なあ、リョウちゃん、ねえねえ、遊ぼう。ボクセンへ行きたいんだ。僕行ったことある、あっちのお山の方。そうか。ボクセンへ急がないと。リョウ。ん？なんだ、シェンファ。ありがとう。え？ありがとう、リョウ。どうしたんだ？村のみんなを助けてくれて。ああ、ゴロツキたちと決着をつけるのは避けて通れないことだと思ってる。うん。俺の親父のこと、シェンファのお父さんのこと、鏡のこと、その手がかりは奴らだ。うん。だからこれは俺のためでもあるんだ。
なって家に引っ込んでりゃいいもんが。そうだそうだ。小屋の戸を叩く。油断した隙に、リョ。誰だ？そんな小細工が俺に通用すると思っているのか？だな。その程度のクンフーで俺様に勝てるとでも思ったのか？姉ちゃんよ、この腰抜けによく言い聞かせておけ。奴らは牧船をアジトにして鏡のことを探っている。遠心さんはまだ牧船で捕まっている。でも早くしないと。遠心さんを助けないと。リョウ、まだダメ。そうはいかない。まだ無理。どうするか考えよう。どうすれば